ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界9月10日の出来事について触れてまいります。1976年セントルイスで行われたミズーリ州ヘビー級選手権試合、バックランドはチャンピオンレイスを破り、ミズーリ州ヘビー級王者となりました。1995年小川義成はデビュー10周年の節目のこの年、ダニー・クロハットを破り、世界ジュニアヘビー級王座を初体感しました。1997年鉄の爪フリッツ・フォン・エリックの命日です。1949年のこの日はドン・ムラコ、1951年のこの日はスティーブ・カーンのそれぞれ誕生日です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。